こんにちは、こんばんは、おはよう、です。今ですね、ちょっとトレーニングを終えまして、で、上半身今裸です。裸です。で、YouTube 的にね、B 乳首映っちゃうと、バンされますって、ダメなんで、男のもダメです。女の人はもちろんだけど、男の人の、B 乳もダメということなので、今、ね、ちょっと、ディレクターみたいな、形で洋服羽織ってます。まあこれはいいです。気にしないでください。まあちょっとね、トレーニングを今毎日ね、やってますんで、そこを終えて、今撮影してます。で、今回ですね、話す内容は、独身中年男が家を買って、その借金が、どれぐらいになったかというところですね。まあぶっちゃけ言います。借り入れが1030万円ぐらいです。約1030万円の借り入れ。で、2年間ですね、払いましてですね、まあ、均等払いです。そして金利めちゃ安いです。0.6いくかいかないかのところですね、変動金利ということで、この2年全然上がってません。横ばい推移という形になっております。で、まあ、15年ローンですね。15年ローン組んでました。あと13年になります 13年ですね。で、残金ですね。さっきりそな銀行のですね、アプリをね、やってますんで、まあ、記帳しに行かなくても、出金データとかいろいろ入金データ全部見れますんで、手元でね。で、それで、ローンの借り入れ残額というのをね、見まして、あと、なんと、894万円になりました。894万円です。あと残金ね、借金総額894万円になりました。もうね、200万近くは、まあ、払ってきたとよ、と。払ってきたとよってどういうことだ？払いましたよ、ということで、これが賃貸だったらですね、賃貸だったら、まだ永遠に払い続けるわけじゃないですか。しかも賃貸の金額と同じ、ぐらいの金額ですよ。まあ、部屋数増えてますけどね。部屋数増えたんで、ちょっと高くなって、まあ、駐車場代、車の駐車場代、マイカーの駐車場代も払わなくて済んでるんで、まあ、その前住んでたのが賃貸なので、賃貸の、家賃と駐車場代を足して、まあ、約プラス4000か5000足したぐらいで毎月今払ってるという形なんですね。だから全然余裕ですね。前の家賃の時も無職になったり、転職したりね、非正規で働いたりやってましたけど、一回も滞納してませんので、きっちり、もちろんね、払うのが当然ですけども、きっちり払ってきました。で、トータルで考えると2000万近く払ってるんですよ、過去のね、入れると。まあ、いろんな値段の、家賃の値段がね、前高いところにいたりとかもありましたけれども、トータルで見ると2000万という金が家賃に消えてったわけですよ。で、これ家買ってれば資産として残るわけじゃないですか。まあ、例えば2500万の家があるとしましょう。そしたら、まあ、1000万とかね、まあ、800万とか700万で売れるわけじゃないですか。賃貸だとゼロなわけですよ。まあ、固定資産税とかも考えて、その分、さっぴいったら500万ぐらいプラス、ね、なるわけじゃないですか。500万とかのそういう資産があったのにもかかわらず、賃貸だとこうなるわけですよ。で、しかも、これね、持たないと死ぬまで払い続けるわけじゃないですか。賃貸ね、その辺はね、ずーっと家賃を払い続けるわけですよ。で、自分の場合はもうあとね、13年で終わるという形なので、13年間我慢して、まあ、高いね、レクサスを買ったと思えば大したことないですよ。ね、1000万ぐらいのレクサスを買いましたよと。ね、それを13年、じゃあ15年ローンでやりましたよと。だから、フラット25とかフラット35とか、ああいうのを組みませんでした。で、銀行からも3000万まで貸しますよって言われたんですよ。で、普通だったらこれ心動くじゃないですか。3000万も貸してくれんのかと。で、とりあえず2500万ぐらいの、家買って、で、500万余らして、その余ったやつは投資かなんかに回して、で、ね、後で払っていけばいいんじゃねえのというふうに考える方もいると思うんですよ。まあ、多く借りて、実はできるんですよ、あんなの操作で。見積もりだからね。見積もりを吹かしてもらって、銀行に融資の申請をすれば、で、信用さえあれば絶対借りれるので。まあ、だから自分も、あの時買った時なんて勤続3年、4年とかで、ね、転職バンバンしてるのにもかかわらず、一切滞納とかもなく、クレジットカードも全部払って、マイカーローンも銀行で組んだ時も全部きちっと払ったわけですよ。まあ、繰り上げ返済とかもやったりしてるので、信用はあるということで、まあ、3000何百万少し貸してくれますよっていう話はやってたんですけれども、俺は身の丈に合った、住宅でいいと。
もう返済というのが気に入らないんでね、もうね、借り入れるということ自体があんまり気に入らないので、でただ自己資金が少なかったものですから、あの時で貯金で300万から400万ぐらいしかなかったので、それで、まあ、諸費用にある程度ちょっと当てながらって言っても、今もあの貯金全然残ってますんで、で、まあ、働いてますからね、もちろん今。働いてるので、ボーナスを丸々貯金とかっていう形、今やってます。はい。まあ、そんなことはいいです。とりあえず890万です。900万の借、ね、900万切りましたよって借金ですね。まあ、長いですね。あとね、13年長いですけども、普通の住宅ローン組んでる方から比べたら、まあ、半分とか鼻くそみたいなね、ものになりますんで、月額も全然安いですし、あの固定資産税も、4万いかないですから、あの3万前半ぐらいの固定資産税なんですよ。なぜなら古い家だからです。で、全部水回りから何から、給湯器とかね、全部入れ替えて、総入れ替えして、キッチンも入れ替えて、風呂も入れ替えて、全部やってますんで、ただね、やっぱり古い家ですから、いろんな他の修繕が出てくるので、まあ、それはおいおい直していくという形をとって考えております。まあ、あとはほら、最後は直さないまま、ボロ屋になって、まあ、別にね、まあ、シェアハウスっていう方法もあるし、自分で一人で住んで、そのままくたばるっていう、誰に残すわけでもないですからね。残すわけでもないですから、まあね、しょうがねえのかなと。で、親戚っつっても、年が近いから、結局、ほら、もうやりようがないので、こんなとこもらってもしょうがないんで、この田舎のね、家をもらってもしょうがないので、だから、なんかね、前ね、ちょっと冗談でね、元カノがほら、大阪にいるじゃないですか。で、毎日今、つながってまして、長文の LINE が、の彼女からどんどん来るんですけど、で、まあ、こっちで暮らすことをね、なんか仕事ないって言ってたんで、だからこっちで働けばって話をしてて、ね、まあ、最悪ね、俺が先にくたばるから、この家あげるよみたいな話を冗談でしたんですけど、なんかね、あ、そんな、なんかもったいないみたいなこと言ってて、まあ、もともとだから大阪の人って大阪捨てらんないんですよ。ほぼね、ほとんどね、よっぽどのことがない限り。やっぱそっちでね、なんか骨を埋めてて、お父さんもそちらで亡くなられてるのね、早くにもう亡くなられてますんで、まあ、そんな冗談の話もしてましたけどね、あの、もらい手、この家のもらい手をね、探そうかなと。まあ、ボロ屋だけど別に、なんつうのかな、もうリフォーム、完全に中はリフォームしてて、で、6年前に壁だとか、その辺も塗装をやり替えてますんで、築30年以上経ってますけれども、そうやってメンテは一応やってはいるのかなというところで、で、まあ、残して、ほら、だから別にぶっ潰して駐車場にしてもいいわけだから、で、近くにね、田舎とはいえね、駐車場やっぱあって、なぜかって言ったらね、住宅が密集してる地域で、車がね、2台置ける家って少ないんですよ。で、大体そこに家族で住んじゃってたりして、だから意外とその独身だったりっていうね、愛しのね、独身がいてと、俺も先頭にね、そういう方が車を持ってるんで、そうすると賃貸のね、その車、駐車場ね、それが多いんですよ、周りに。だからそうすれば、ここをほら、だからもうね、あげた人は駐車場にして管理してもいいわけじゃないですか。で、まあ何台か置けますんで、5台ぐらい置けますんで。で、相場がね、大体6000円ぐらいなんですよ。ただね、5、6の30で3万円ぐらい毎月ほら、なるわけで、3万円の、だからなんかでここをね、売って買ったとしても、買った人は毎月3万の、ね、駐車場代上がりと、市ローンで差し引いたら少なくね、返済ができるわけじゃないですか。だからそれで、まあ、どんどん人も減っていくわけで、この辺の地域みんな高齢者多いんですよ。だからもうね、多分20年後ぐらいには全くみんな更地になるのか空き家になるのかっていうゴーストタウンと化すと思うんですよ。だからもうやりたい放題ですよね。隣に気にせずなんかね、動物飼ったりとか、ね、大声出したりとかね、まあ、大声出さねえか、もう年だからな。音楽を大音量で聴こうが、もう全く、周りがみんな死んでるんで、その頃はね、予定ではね、予想では20年後はもういなくなるんで、みんな高齢だからね。今、80とか70代ですから。ね。まあ、生きてたら化け物ですよね。その人たちが100以上、100歳以上の街みたいなね。おっかねえな、そんなんな。もうほとんどゾンビタウンですよ、そんなんね。うん、まあまあ、そんな話はそれましたけども、1000万の借金が、900万切りました、ということで。200万も払ってねえか。計算おかしかったね。ごめんねって感じで。まあ、ね、ちょっと、いろいろと今、なんか突然カメラ回して喋ってるので、こんな話題で、ごめんちゃいっていうところで、また、皆さんよろしくお願いします。それではごきげんよう。じゃあ、服着ろよって感じで。